ディルディ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 ストレッチを医学に金子たらしでございます、今日はですね1分間ハイヒールトレーニングイエーイイエーイドン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 ハイヒールもですねミニスカートなんかに合わせたりショートパンツに合わせたりいろいろしますよね。その時に美しく歩けるかどうかって結構重要ですよね。それではよーいスタートと言ったら片足立ちしますので皆さん片足立ちのご準備。片足立ちわかるよね。時々いるんですよ片足立ちって。はい、いやジロベじゃねえんだから。こっちね、体がまっすぐである、足のついてるところと頭が一致してること、ブブーブブーブブーピンポーン、これがルール。ハイヒールのトレーニングなんですけど、まずは体幹の安定を左右でやっていきます。左右やり終わったらつま先立ち、この状態でふらつきはないに立つ、ブブーブブーブブー、ふらつかない、最大に高いところに持ってって止まってください。さあ、それではこの3種類を20秒ずつやる1分間トレーニングノーアドバイスでいきたいと思います。それではいきましょう、よーいスタート。片足立ち得意な方で結構です。立っててください。はい、さあ、あと10秒です。あと5秒です。2、1、グラッとしてない大丈夫よ、これ反対の足グラッとしない、足の先端の足の上に頭、いいですか、あと10秒、グラッとしない、体幹がピタッと動かない、グラグラしちゃダメ、ピタッと2、1、はい、最後背伸びします。背伸びはかかと一番高いところに行って止まってください。グラッとしない、立った状態で、あと10秒。これはね、足首のトレーニングですね。これはね、4、3、2、1、終了！グラグラした人アウトですよ！グラグラしない！はい、だから最初の片足立ちは体幹トレーニング。そして後半のつま先立ちは足首のトレーニング。ということなんだね。私片足立ちしたら、グラ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 。後ろにこうやってればできるんだけど、これダメね。こうやって立ってる人って、ハイヒールをこうやって歩いちゃうんですよ。まあこんな極端じゃないけど。腰に力で立ってると、足よりも頭が後ろにあります。こうではなくて、こう。こう。これがやりにくかった人にアドバイスをしたいと。まず息吐いて吸っての時に手をこの下腹に置いていただいて吸い出す。吸うとお腹が膨れるの分かるな。膨れるお腹を手で押さえてちょうだい。押さえたそのお腹の圧力は前に行けないじゃない。もう行けないから、私下行っちゃう。で、下行くんですよ。膨らます、ブレーシングって言います。このブレーシングでお腹を下に膨らませてください。吐く、わからない人に手をここに与えて、当てて吸います。膨らます、吐く、吸って、膨らますけど手で押さえてるから下に行っちゃう。下に、膨らましたね。これ長くて横にも広がるんですよ。これ吸って、これ広がりますよね。吐く、吸って、お腹を押さえた状態でキープして、はい、吐いて、吐いて、最後膨らませ、膨らんだと思ったところで立ってみてください。めっちゃ安定するんですけどってなったでしょ。次、この膨らませた状態をある程度キープしたままふんって今度引っ込ませるわけですね。ふーって吐きます。1、2、3、4、5、もう一回吸って、ブレーシングしてからのドローインで、ドローイン、うまくやって、ブレーシングからの、あ、これロングレースだ。内圧かけた状態を作ったら、お腹を引っ込んだ状態をキープして、よいしょ、めっちゃ安定するんですけどね、したでしょ。ブレーシングからのドローインだと安定感があるので、もし、ね、これ今僕はハイヒール履いてないけど、履いてかかとが上がったとしても、ここはさ、安定してるから、エレガントに普通に膝が曲がることなく歩いていけるわけ。これができないとこういう人いるよね。ここが
膝が曲がってしまったり腰を反りすぎてしまう、こういう人もいますよね。こうやってあるじゃん、もうこれ問題だから、これ絶対誰かに搬送されます。あーやあーやってくれ。1分間のトレーニング、ブレーシングからドローインやっていただいて、ハイヒールを歩いてる時もエレガンチックなオーラある歩き方をしていただければいいかなと思います。皆さんやってみてください。ストレッチを医学に金子たらしでした。それでは。